はい、こんにちは、アイヌです。今から1月29日のハドアリーナさんネタチェキを見たいと思います。 TA さんのチケ発ライブですね。いきます。まず千秋ありがとう。はい、今回は自由の女神像のリクエストをもらっていました。自由の女神あるん知らんくって、でもあるん知ってる、あるんやって知ってからはちゃんと自由の女神のポーズを調べて撮って調べて落書きをしたからいい感じになったと思います。なんか一緒に観光した気分になるよね、こういうチェキがあると。お台場は私ちゃんと行ったことなくて、リンリンと葵ちゃんが行ったんかな、なんか東京来て間もない頃ぐらいに行ってて、あ、ちゃんと観光行くんやと思って、私東京来たからって言って別にどこも回らへんかったからさやっぱなんかちゃんと観光してていいなって思いました。でもなんか結構観光施設が多かったから確かに一日中潰せそうって思ってた。なんか体を動かす施設が多かった。私最近運動がダンスだけやから行けたらいいなって思ってました。ありがとう。はい、お次2枚買ってくれたメグありがとう。はい、今回が衣装の全身チェキとこっちバンバンザイザイなんですけど、バンバンザイザイはね、悲しい世界には愛はサンサンなところが好きですね。なんか私のソロで歌ってるところもそうやけど、なんか悲しい世界っていうのから目をそらさずになんか歌詞を書いてるのがめっちゃいいなって思います。バンバンザイザイはなんかあのちはやふるとかもそうやけどさ、辛いことは半分でとか言ってるやん。ある程度辛いこととか悲しいことがある程度で人生をなんか明るくしていこうね、カンナギラビツでみたいな感じの意味合いの歌詞が多いので、あの時期の歌詞って、だから私はここが一番好きで、こっちは全身写そうと思ったんやけど帯なさすぎ、帯がないとなんか頼りなさすぎて書きました、自分で申し訳程度にちゃんとフルセットでお届けしたいと思います。やっぱり今のピンクの衣装に見慣れてたらやっぱ奇抜やな、この衣装。私は好きやけどね、またどっかでやれたらいいなって思うので楽しみにしててね。ありがとう。はい、以上です。アイヌチキ買ってくれた皆さんありがとうございました。